ウィキッドがロングランしているロンドンのアポロビクトリア劇場にて、ウィキッドはブロードウェイのミュージカル舞台。サンフランシスコでのトライアウトを経て2003年10月30日にニューヨークのガーシュイン劇場で初演を迎えた。ストーリーはアメリカでは広く周知されている少女、ドロシーの冒険物語、オズの魔法使いの裏話として構成され、西の悪い魔女。 エルファバと南の良い魔女、グリンダの知られざる友情を描いている。原作は1900年に刊行されたライマン・フランク・ボーム、オズの魔法使いと1939年に公開された映画、オズの魔法師』をもとにし、1995年に刊行されたグレゴリー・マグワイアのオズの魔女記エルファバの名前はオズの魔法使いの作者ライマン・フランク・ボームの頭文字。 L, F, B, A から作られた。この作品は、オズの国の魔女たちの視点で描かれ、ドロシーが、カンザス州から、オズの国に到着する前から到着した後まで、映画や、小説のディテールと絡め、オズの魔法使いの裏の歴史物語として、物悲しく語られている。オズの魔女器をウィニー・ホルツマンが書き直し脚本化し、スティーブン・シュワルツが、 作詞作曲を手掛けたミュージカル版、ウィキッドは、原作を大幅に脚色し直して、テンポがよく趣向きのある作品に仕上がった。境遇の全く異なる、魔女二人、西の悪い魔女、エルファバと、南の良い魔女グリンダが、互いの性格や視点の違いに戸惑いながらの友情、ボーイフレンドとの三角関係、オズの魔法使いによる腐敗政治、 エルファバの世間の評判の陥落に焦点を当てながらも、肌の色の違いや動物たちに象徴させた、アメリカ社会が抱える弱者への差別問題がある。湾岸戦争がきっかけで制作されたミュージカルで、あるという話もあり、アメリカにはアメリカの正義があり、イラクにはイラクの正義があるといった、表の正義と裏の正義、正義とは一体何か といったところにメッセージを込めたいといった制作者の思いがあったという裏話があり、最後にはどんでん返しも用意されている。ちなみにミュージカル版にはオズの魔法使いにも出てくるブリキ男、カカシ、空を飛ぶ猿たちが誕生秘話も含めて登場する。意気地のないライオンは尻尾だけ、ドロシーは影絵だけでアイケントとは名前しか出てこない。 マーク・プラット及びデイビッド・ストーンと提携したユニバーサル・ピクチャーズによりプロデュースされ、ジョー・マンテルを演出、ウェイン・シレント振り付けにより、2003年5月、サンフランシスコのカレン劇場で SHN によるブロードウェイ公演前の試験工業を経て、2003年10月、ブロードウェイのガーシュイン劇場で開幕した。オリジナルキャストは、エルハバ役に、イディナ・メンゼル、グリンダ役に、 クリスティン・チェノーエス、オズの魔法使い役に、ジョエル・グレー。オリジナルブロードウェイ公演は、トニー賞3部門、ドラマデスクアワード6部門を、キャストアルバムは、グラミー賞を受賞した。2013年10月30日、ブロードウェイ公演は10周年を迎え、それまで4155回上演を記録し、史上11番目のロングラン公演作品となった。 通常の上演時間は2時間30分で、その他に15分の休憩時間がある。ブロードウェイ公演の成功により、数々の北米公演、ローレンス・オリビエ賞にノミネートされたウエストエンド公演のほか、世界中で公演が上演されている。2003年の開幕から世界中で、興行収入の記録を塗り替えており、ロサンゼルス、シカゴ、セントルイス、 ロンドンでは週刊工業記録を保持している。2011年1月2日、ロンドン、ブロードウェイ、2つの北米ツアー公演で同時に、それまでの週刊工業記録を塗り替えた。2013年の最終週、ブロードウェイ公演はさらに記録を塗り替え、320万ドルの工業収入を上げた。ウエストエンド公演と北米ツアー公演はそれぞれのべ200万人が干渉した。 作曲、作詞のスティーブン・シュワルツは、休暇中に、グレゴリー・マグワイアの1995年の作品、オズの魔女記を読み、舞台化の構想が浮かんだ。しかしマグワイアは、実写映画化を計画していた、ユニバーサル・ピクチャーズとすでに知的財産権の契約を交わしていた。シュワルツは、ユニバーサルのプロデューサーであるマーク・プラットに、オズの魔女紀の舞台化について切々と訴えつつ、 1998年、シュワルツはコネチカット州でマグワイアを説得した。この結果、プラットはユニバーサルとデイビッド・ストーンと共に共同プロデューサーとして契約を結んだ。小説ではドロシーがやってくる何年も前からのオズの国を舞台に政治、社会、善と悪の倫理的解釈を描いている。エメラルド・グリーンの肌色をし、 人々から誤解されているが賢く、情熱的で、後に悪名高い西の悪い魔女となる少女、エルファバと、金髪で美しく人気のある、後に、南の良い魔女となる少女グリンガが、中心人物となっている。場所や出来事によりも章に分かれており、登場人物や状況は1900年の、ライマン・フランク・ボーム著、オズの魔法使い及び1939年の映画、オズの魔法師に沿っている。 本当に、ウィキッドなのは誰か、良かれと思ったことが悪い結果を生むことが果たして、悪気があって悪い結果を生むことと同義であるのかを、読者に考えさせる。シュワルツはいかに小説の濃度を凝縮し、複雑な筋を明快にするか熟慮した。最終的にマークプロットと共に構想を練り、マグワイアの小説を完全に舞台化するのではなく、オリジナルの舞台を作り上げる方向で話し合いを重ね、 エミー賞受賞脚本家ウィニー、ホルツマンに1年かけて外略を任せることとなった。1939年の映画をもとにエルファバの視点から描かれたマグワイアの作品から装甲が作られたが、その舞台下のあらすじは小説の内容からほど遠いものとなった。ホルツマンはプレイビル氏のインタビューで悪役であるエルファバの視点で描き、 大学で二人の魔女がルームメイトとなるというマグワヤの素晴らしいアイデアを採用したが、小説では描かれていない友情が深まっていく過程が、舞台版の大筋となるところが大きな違いであると語った。シュワルツはこの違いについて、当初は後にグリンダとなるガリンダとエルハバの関係性、この女性二人の友情、そしてこの二人がどのようにして、 全く違う運命に導かれるのかに興味があったと語った。この明らかな違いに加え、フィエロのカかしとしての登場、最後の場面でのエルファバの生存、ネッサローズが生まれつき腕がないのではなく車椅子の生活、ボックがグリンダを愛し続け、ニック・チョッパーの代わりにブリキの木こりになる点、ウィンキー国のビンカスでのエルファバの生活がカット、 ディラモンド教授が殺されないなどの変更点がある。ミュージカル版の脚本、歌詞、曲は読み合わせの間にどんどん変更された。この時のワークショップには、シュワリッツが作曲の際にイメージしていた、トニー賞受賞女優、クリスティン・チェノースがグリンダ役で参加していた。当初エルファバ役には、ステファニー・ジェブロックが配役されていたが、2000年、イディナ・メンゼルが配役された。 2000年初頭、ワークショップからブロードウェイ公演に発展させるため、ニューヨークのプロデューサーであるデイビッド・ストーンが起用された。演出にジョーマンテロ、振付にウェイン・シレントが起用され、トニー賞受賞デザイナーのユージーン・リーが、ボームの小説のウィリアム・ウォレス・デンスローによる挿絵、およびマグワイアが構想した巨大時計をもとに、舞台装置をデザインした。 衣装デザイナーのスーザン・ヒルファティがエドワード7世の時代の衣装をもとに200着以上の衣装をデザインし、照明デザイナーのケネス・ポズナーが800以上のライトを使って、それぞれの雰囲気に合わせた54場面を作り上げた。2003年4月までに全ての出演者が決まり、一般に公開される準備は整った。2003年5月28日、 サンフランシスコのカラン劇場でブロードウェイ前の SHN による試験工業が行われた。2003年6月10日、正式に開幕し、6月29日に閉幕した。観客の反応はおおむね好評であったが、批評家にはその舞台の美しさは認めつつも、脚本、音楽、振付を過小評価した者も,もいた。バラエティ氏のデニス・ハーベイは平凡な脚本、 チンプな歌詞ありきたりの音楽と語りつつ、スマートな演出、優雅なデザイン、素晴らしい出演者であると評価した。サンノゼ・マーキュリーニューズのカレン・ディ・サウザは、エメラルド・シティの本当のテーマと記した。賛否両論ではあったが、ブロードウェイ公演前に大規模な改訂を行った。ホルツマンは、スティーブンは、サンフランシスコでの公演終了からニューヨークでの、 リハーサルが始まるまで3ヶ月かけて書き直したと、力説していた。これは重要なことだった。ここでこの公演の運命が決まったと語った。いくつかの曲は少々変更し、脚本の数箇所が書き換えられた。シュワルツが懸念していたフィエロの人生哲学を明示するため、フィエロを紹介する Which Way is the Party? がカットされ、 その代わりその後のダンシングスルーライフに代用された。またチェノース演じるグリンダに比べ、メンゼル演じるエルファバが暗いことが懸念されていた。サンフランシスコクロニクル紙の批評家、ロバート・ハーウィットは、メンゼルが役に入り込んだ悪い魔女、エルファバは、チェノースのグリンダの陽気さが必要だと記したため、エルファバをより引き立てることにした。ブロードウェイ公演への改定についてシュワルツは、 脚本と音楽を書き換えなくてはいけないことは明らかだった。批評家たちは率直で助かった。劇場に来る前から批判するニューヨークと違って、正直で建設的な批評から多くを学んだと語った。2003年10月30日、ブロードウェイ公演が開幕した。物語は、オズ国民が西の悪い魔女の死を喜び祝う場面から始まる。 舞台に降臨した南の良い魔女グリンダは改めて魔女が溶けたことを国民に告げると死んだ魔女の心情を語り始めた。魔女はその母親と見知らぬ男との常時の産物であり父親は全身緑色をした彼女のことを意味嫌っていた。これから語られるのはグリンダと魔女の上に起きた出来事の回想録である。グリンダ当時は カリンダー・プランドと足に障害を持つ妹、ネッサ・ローズを連れた姉のエルファバは、共に、シズ大学に入学する。エルファバの父は、障害を持つマナ娘、ネッサ・ローズに宝石をあしらった美しい銀色の靴を送り、対して姉のエルファバには、ネッサ・ローズの世話をするよう厳しく言い渡した。シズ大学学長のマダム・モリブルは学生たちに、自己紹介をした後、 両の部屋ありを発表する。二人の意に全く反して、初対面から反発し合っていた、華やかな人気者がリンナと気まじめで地味なエルファバは、同室になってしまった。エルファバの生来の魔術の際に気づいたマダム・モリブルは、彼女が将来オズの魔法師の右腕となって、活躍できるという。それを聞いた、エルファバは、浮き足立ち、魔法師と自分がこれからどんな異様を成し遂げるだろうかと、無双する。 同室のガリンダと、エルファバは、各々の実家に向けた手紙の中で、互いの不運な部屋割りや、ソりの合わない、ルームメイトのことを嘆く。大学の講義が始まり、シズ大学唯一の動物教師、ヤギのディラモンド教授が登壇するが、彼の授業は、動物排斥運動団体によって、中止させられてしまう。学生が去った後、ディラモンド教授は、エルファバに、 オズの現状を打ち明ける。オズの実態が外観とは違うこと、何者かがオズの動物たちから言葉を話す能力を奪いつつあることを。さて、フィエロ・ディゲラーはウィンキー国の王子であったが、王子ゆえ、やはりお気楽で頭が空っぽの男であった。彼がシズ大学に入ると、その無類の王族ぶりはすぐに周囲に知れ渡ることとなった。彼が学生を集めて開いたパーティーに、 ボックという一人のマンチキンがガガリンダを誘う。ところがガリンダは彼の名前をビッグだと思っているほどボックに興味がなかった。ガリンダはフィエローパートナーにと考えていたのでボックにはネッサローズを誘うように仕向ける。ボックは意に反してネッサローズとダンスをしネッサローズはボックに恋してしまう。パーティーの支度をしている途中ガリンダは 趣味の悪い黒い三角帽子の入った箱を見つけ、エルファバにプレゼントとして送る。その帽子をかぶったエルファバがパーティー会場に現れるが、ただ嘲笑の的になっただけであった。しかしエルファバは嘲笑の中一人踊り出す。その時、マダムモリブルが現れ、ガリンダに魔法の杖を手渡す。それはガリンダがネッサローズとエルファバにした親切に対しての エルファバの感謝の気持ちであった。両親の過酌を感じたガリンダはダンスフロアに出てエルファバと共に踊り、二人は新たな友情を育み始める。パーティーが終わり、部屋に戻ったガリンダはエルファバに語りかける。新しい友人をイメージチェンジさせ、人気者にさせてあげると。そしてガリンダは二人の仲を深めるため、秘密の教え合い子を提案する。 それに対しエルファバは、ネッサローズの不幸な身の上は、自分のせいだと明かす。彼女の母は妊娠中、次の子がエルファバのような緑色にならないよう、とある植物を食べ過ぎたのだという。その影響で、ネッサローズの足は永遠に動かなくなり、母親は出産の時に亡くなってしまった。罪悪感をとろするエルファバを何気なく、慰めたガリンダに、エルファバは少し救われる。 一方がリンダは自分はフィエロと結婚する予定だと公言する。ただしそのことをフィエロは知らないのだが、その翌日ついにオズ当局はディラモンド教授を追放する。新しい歴史の教授はライオンの子を入れたカゴを持って登場し、動物はこれからカゴに入れて飼育され、二度と言葉を習うことはないとのたまう。このライオンが後の臆病なライオンである。 怒った、エルファバとフィエロは、ライオンを盗み、解放してやる。二人は互いに、心動くが、フィエロは動揺し、その場を後にする。エルファバは、橋の下に逃げ込み、フィエロのような人が、自分のようなものを愛することなどないと呟く。エルファバを見つけたマダム・モリブルが、彼女が、オズの魔法師に配慮を許されたと報告する。エメラルドシティに向かう鉄道の駅で、ガリンダとフィエロは、 エルファバを見送る。ガリンダは、フィエロの気を引こうと、ディラモンド教授に敬意を表して、自分の名前を、グリンダにするわ、と宣言した。教授は、以前、何度言っても、そのように間違って発音していたのだ。フィエロは聞き流していた。エルファバに心を奪われていた。フィエロのつれない態度に落ち込むグリンダに対し、申し訳なさを感じた、エルファバは、 一緒に魔法師に会おうとグリンダを誘う。ついたちエメラルドシティを観光した後、エルファバとグリンダは魔法師との液見へ向かう。魔法師は来客に会う時は必ず大掛かりな特殊効果を用いていた。だが、エルファバの前には身一つで姿を現した。それは噂とはかけ離れたごく普通の容姿の男性であった。彼はエルファバに 彼の協力者となるよう持ちかける。マダム・モリブルが、エルファバの卓越した魔術の才能について、彼に話して聞かせたという。魔法師が、エルファバを招待したのはこのためだった。その時、闇の中からマダム・モリブルその人が姿を現す。エルファバが魔法師のお気にメスかを暗示、後をつけてきたのだという。実は彼女は出世し、魔法師の下で、 オズの国の広報官を務めていたのだ。エルハバは、マダム・モリブルの登場に非常に驚いたが、後をつけられていたことに怒りはせず、モリブルの宣伝がうまくいったことを喜んでいた。マダム・モリブルと魔法師の関係がただならぬものである。ことは、観客の目には、早い段階から明白であったが、果たして彼らは密な協力関係にあった。かつ、 よからぬ策略においての凶暴関係であった。そのわけはすぐに明らかになるのだが、この段階ではまだ語られない。魔法師はエルファバに魔力の試験を課する。魔法の呪文のホングリマリーを使い、召使いの猿、チステリーを空を飛べるようにしてみようというのだ。生まれながらにして古代言語の知識を持っていたエルファバは見事、チステリーに翼を与えてみせた。しかし、 場面は不気味な様相に一変する。魔法使いがエルファバに唱えさせた呪文は、単に一匹の猿に翼を与えただけではなかったのだ。エルファバの期待以上の能力に心を弾ませた、魔法師が見せたものは、無数の翼猿が飛び交う巨大な檻であった。興奮した、魔法師は、この猿たちを工作員として、動物の運動を破壊させようと言い放った。マダムモリブルもまた目を、 ギラギラと輝かせて、エルファバにならできると思っていたわと口走る。ところが、当のエルファバは、それを聞いて愕然としていた。恐怖に震え上がっていた。マダムモリブールと魔法師は、政府の黒幕であった。シズ大学の学生の間では、動物排斥運動は過激派の仕業であると、言われてきた。しかし、それは違ったのだ。彼らこそが、その運動の首謀者だった。 表向きには、動物の職員の解雇や、国外追放を遺憾に思っているように見えていた。マダム・モリブルその人が、実は、その解雇、排斥の指導者であったのだ。これら全ての関係が、エルファワの頭の中で、一瞬のうちにつながった。マダム・モリブルと魔法師に対して、当然のごとく、怒りが湧き立った。オズ・セーフの二人は、エルファワが自分たちの思い通りにならないと悟るや、否や、 今度は彼女を有害な破壊分子と睨み始めた。もはやエルファバは怒るというより信じられなかった。かつて自分が彼らを信じていたのが悲しかった。彼のように偉大になりたいと努力してきたというのに、憧れの魔法師は何の力も持たない単なる中年であった。エルファバとグリンダは全速力でその場を逃げ出した。オズの兵士が追ってきていた。グリマリーは エルファバの支柱にあった。二人は街中で最も高い塔に逃げ込んだ。秘密を漏らされることを恐れたマダムモリブルが、オズ国民に向け、悪い魔女のエルファバに騙されないように、と通知するのが聞こえた。放棄に魔法をかけて、飛べるようにした、エルファバは、グリンダに一緒に来る、よう説得する。瞬瞬するグリンダ。しかし、彼女にとって、世間の好感度は、 極めて重要な事項であった。その欲望に逆らうことができない、グリンダはエルファバの誘いを断る。直後、衛兵が塔の扉を破って、中へと押し寄せてきて、破壊分子の一員であるとして、グリンダを捕らえた。エルファバが砲機を振りかざし威嚇しながら、グリンダは何の関係もないと叫んだその時、猛烈な爆風が吹き荒れてあっという間に、兵士たちをちりじりに吹き飛ばした。 エルファバは宙に舞い上がっていた。兵士たち、市民たちを挑むように見下ろして、彼女は絶唱する。自分の持てるすべての力をかけて、魔法師と戦うと、革命戦士の銃のごとく、宝器を、高々と掲げるエルファバ。その姿が暗転して、第一幕は終わる。ほどなくして。マダム・モリブルによる、ネガティブキャンペーンにより、エルファバは、ザ・ウィキット・西の悪い魔女、 マイナスという汚名を背負う。グリンダはモリブルと開いた記者会見でフィエロとの婚約を電撃発表する。その頃、難を逃れてマンチキン国の総督官邸にたどり着いたエルファバは今や総督となったネッサローズから妹の足を治すために力を使わなかったことを咎められていた。エルファバはネッサローズの宝石を散りばめた靴に魔法をかけ、 ルビーの靴に姿を変えた。その靴を履いたネッサローズは、たちまち歩くことができるようになる。それを見ていたボックは、自分は、ネッサの使用人として、身を捧げてはいるが、心は未だ、グリンダに奪われていることを告白する。怒り狂ったネッサローズが、エルハバのグリマリーを取り上げて、呪文をかけ、ボックの心臓は縮まってゆく。ボックへの執着によって、 マンチキンの国民に圧政を強いていたと、悟り後悔するネッサの姿を見て、エルファバはボックを救おうと魔術を試みる。やがてボックは苦痛から解放される。エルファバが取ったのは、彼の心臓を取り去り、ブリキの気氷に生まれ変わらせるという方法だった。ネッサローズは発狂し、すべての罪をエルファバに着せる。エルファバは、残りのツバサザルを解放しに、 魔法師の宮廷へ戻る。魔法師はエルハバの関心を取り戻そうと、それに従う。長猿たちの中に言葉を失いたんなるヤギと化したディラモンド教授の姿を見つけたエルハバは魔法師の誘いを跳ねつける。そしてエルハバが逃げ込んだのはフィエロのもとであった。二人は愛を確かめ合い、共に逃げることを決意する。これを見ていたグリンダは、 親友と婚約者が自分を裏切ったことに打ちひしがれる。ラいせにグリンダは、マダム・モリブルと魔法師に対し、エルファバの弱点は妹、妹のためなら何でもすると暴露する。それを聞いた、モリブルは、得意の気象魔法を使って、ネッサローズを竜巻に巻き込もうと画策する。暗い森に逃げ込んだフィエロット、エルファバは、改めて愛を確かめ合う。しかしその時、 妹の身が危ないことを察知するエルファバ。急いで助けに向かうが、着いた時にはすでに手遅れであった。ドロシーとトトがグリンダに見送られて、イエローブリックロードを歩み去ったまさにその瞬間を目撃したエルファバはグリンダに掴かみかかるが、エメラルドシティの衛兵に捕らえられる。助けに来たフィエロは、自らおとりになり、エルファバを逃がす。衛兵は、 フィエロをトウモロコシ畑のそばまで連れて行き、エルファバの居場所を喋らせようと拷問にかけ続けた。自分の城に逃げ延びた、エルファバは、フィエロを救うためありと、あらゆる呪文を唱えるが、力が及ばないことを感じていた。良かれと思ってしたことがあだになる。自分に関わるものは不幸になる。エルファバは、ウィキッドの運命を呪う。その頃、ボックとオズの市民は、魔女狩りの用意をしていた。 それを見た、グリンダは、エルファバの城へおもき、ドロシーを解放する、よう説得するが、エルファバはそれを拒むと、グリンダに懇願する。オズの中では、自分は、ウィキッドイコール悪い魔女、その悪名を晴らさずにいてほしい。そして、グリンダにはオズで権力を握ってほしいと、固い約束を交わした二人は、真の友情で結ばれる。怒れる、群衆の対立が、 エルファバの城に到達した時、隙を狙ってドロシーはバケツの水をエルファバにかけ、ついにエルファバは溶ける。何が起きたのかわからないグリンダ。残されたものは、親友の黒い三角帽子と緑色の薬瓶だけだった。エルファバの死を嘆き、その後、グリンダはエルファバの残した薬瓶を魔法師に突きつける。彼女の母親と密通した見知らぬ男とは、 誰だったのか。魔法師こそがエルファバの父親であったのだ。呆然とする魔法師を気球に乗せ、オズから追放するグリンダ。マダムモリブルは牢獄へ。そして場面は冒頭へ。グリンダは、オズ国民の前に姿を現す。その頃、エルファバによって、脳みそのないカかしの姿に変えられたフィエロが、秘密の入り口からエルファバの城に潜り込む。そこにいたのは、エルファバ。 彼女は生きていたのだ。再会を喜び合う二人。そして、グリンダが、良い魔女のグリンダとして、オズ政府を再編することを国民に宣言している頃、エルファバとフィエロは、オズを後にする。二人は二度とオズに戻ることはなかった。ブロードウェイのオリジナルキャストは、エルファバ役に、イディナ・メンゼル、グリンダ役に、クリスティン・チェノーエスと演劇界の人気女優二人が、主役を務め、 オズの魔法使いはミュージカルキャバレーやシカゴでおなじみのジョエル・グレーが演じた。メンゼルは2004年6月のトニー賞で主演女優賞を受賞。受賞式では最大の見せ場ディファインググラビティを熱唱した。舞台制作はハリウッドの大手映画会社ユニバーサル映画が行い14億円の巨額を投じたことでも 話題となった。大がかりな舞台装置や舞台を彩る美術、衣装、照明、音響も豪華で見応えがある。シカゴ版の開幕では、米国最大の TV コメディ番組、サタデーナイトライブに長年出演したアナガスタイヤーがエルハバを演じ、また、ロンドン版では、ブロードウェイオリジナルキャストのイディナ・ベンゼルが2006年12月まで再演して話題をさらった。 ブロードウェイオリジナルキャストにより録音された CD は2005年にグラミー賞を受賞。2006年11月にはミュージカル CD としては極めて珍しいプラチナセールスを記録している。ロサンゼルス公演にはかつてアダム・ランバートも出演していた。オリジナルブロードウェイキャストレコーディングのアルバムには含まれないウィキッドの音楽は強いテーマを持ち。 従来のミュージカル音楽よりも映画音楽に類似している。多くのミュージカル音楽がそれぞれの曲にわずかな重複を含みつつ新たなモチーフやメロディを用いるのに対し、シュワルツは作品中にいくつかのライトモチーフを組み入れた。これらのモチーフのいくつかはアイロニーを示しており、例えばダンシングスルーライフの曲中にガリンダがエルハバに不気味な帽子をプレゼントする際、 それ以前のエルファバとグリンダが互いに嫌い合う、ホワット・イズ・ディス・フィーリングのテーマが反数されている。ウィキッドには全体を通して二つのテーマがある。シュワルツは珍しくそれ以前の作品のモチーフやメロディを使用している。一つは、エルファバのテーマに、シュワルツが音楽監督を務めた1971年のオフ・ブロードウェイ作品。 ザ・サバイバル・オブ・ストリート・ジョーンの一部が使用されている。2004年のインタビューで彼は私はこのメロディがとても好きだったけれども、それまで何に使ったら良いのかわからなかったと語った。1971年に彼が作ったコード進行はウィキッドのオーケストラで有名なテーマとなった。楽器編成を変えることにより、 同じメロディでも違った雰囲気を表現することを可能にした。序曲ではこのメロディは金管楽器と重厚なパーカッションで表現している。これについてシュワルツは巨大な闇が観客を脅かすようにと語った。As Long as You Are Mine ではピアノとエレクトリックベースで同じコード進行により演奏されるが、ここではロマンティックなデュエット曲になっている。新たな歌詞に加え、 別の感想により、No One Moans the Wicked ではこのテーマがこの曲の核心となっている。シュワルツはライトモティーフの Unlimited を第二の主要なモティーフとして前編に使用している。タイトル曲には含まれていないが、他のいくつかの曲にセクションで使用されている。1939年の映画、オズの魔法師の作曲家、ハロルド・アーレンに敬意を表し、 アンリミテッドのメロディに虹の彼方にの最初の7音を組み込んだ。シュワルツはこのことについて冗談で著作権法によると8音目まで使うと人々がメロディを投用したと言われるからね。もちろんリズム、ハーモニー、コードなども全く違う。それでもまだ虹の彼方にの最初の7音なんだと語った。シュワルツは単音階を多用し、 このモチーフの起源を分かりづらくしている。これにより、当初編に蝶々で書かれた、ディファインググラビティなどのような対比を作り出した。しかし、エルファバが妹を歩けるように力を使った時の曲、ザウィケットウィッチオブザイーストでは、アンリミテッドは超音階で演奏される。2003年12月16日、オリジナルブロードウェイ公演の、キャストレコーディングアルバムが、 ユニバーサルミュージックより発表された。ウィキッドの舞台で使用されるザ・ウィザード・アイとザ・ウィケット・ウィッチ・オブ・ザ・イースト以外の全ての曲が収録されている。第二幕開幕時のノー・アン・モーンズ・ザ・ウィケットの短いリプライズはサンク・グッド・ネッスの前につなげられた。指揮及び音楽監督のスティーブン・オレムス及びジェームス・リン・アボットによる編曲ウィリアム・デイビッド・ブローによる 還元編曲。2005年、このアルバムは、第47回グラミー賞で最優秀、ミュージカル賞アルバム賞を受賞し、2006年11月30日、アメリカレコード協会により、プラチナに、2010年11月8日、ダブルプラチナに認定された。2008年10月28日、5周年、記念ブロードウェイキャストレコーディングの特別版が、発表され、 ボーナストラックとしてドイツ公演キャストによるゾラン・イッヒ・ディヒ・ハブ、グーテス・ンのほか、日本公演キャストのリトウ及びカンパニーによる人生を踊り明かせ、沼見ゆきによるポピュラーが収録されている。後に、ザ・ウィザードアイに置き換えられるメイキンググッドは、シュワリッツのピアノ演奏に合わせステファニー・ジェイ・ブロックが、アイ m not that g i r は、ブライアン・メイのギター演奏に合わせケリー・エリスが、 ホーグッドはリアン・ライムスとデルタ、グッドレムが歌った。他にディファイング・グラビティはメンゼルのダンスミックスで収録されている。2007年12月7日、シュトットガルト公演のドイツ版が発表された。このアルバムはブロードウェイキャストレコーディングの曲順、編曲に沿っている。2008年7月23日、東京公演のオリジナルキャストによる日本版が発表された。 ウィキッドキャスト、レコーディングアルバムの中で日本版のみ、グリンダの最後のセリフが収録されている。現在、アメリカでは4つのカンパニーで同時上演されている。ニューヨークでの成功により、2005年春からブロードウェイと並行して全米ツアーとシカゴでのロングランを開始。2007年1月からはロサンゼルスでもロングランが行われた。 ロサンゼルス上演は2009年1月に閉幕し、現在はサンフランシスコに移動。シカゴ上演も2009年2月には閉幕しその後2つ目の全米ツアーに移行しているが、現在もいずれの地域でもチケットの入手が最も困難なミュージカルの一つである。ロサンゼルス公演にはかつてアダム・ランバートも出演していた。オリジナルブロードウェイ公演サンフランシスコの カレン劇場で SHN により、2003年5月28日、プレビュー公演が開幕し、6月10日、ブロードウェイ公演前の試験工業が正式に開幕した。出演者は、グリンダ役に、クリステン・チェノース、エルハバ役に、イディナ・メンゼル、魔法使い役に、ロバート・モース、フィエロ役に、ノーバートレオバッツ、ネッサ・ローズ役に、ミシェル・フェデラー、マダム・モリブル役に、 キャロル・シェリー、ディラモンド教授役に、ジョン・ホートン、ボック役に、カーグ・マクドナルドが配役された。ワークショップの段階では、エルファバ役に、ステファニー・ジェブロックが配役されていたが、公演時にはアンサンブル及びエルファバの代役に、配役された。2003年6月29日、試験工業が閉幕し、大幅な手直し後に2003年10月8日、ブロードウェイのガーシュイン劇場で、 プレビュー公演が開幕した。数名のアンサンブルが変更になり、魔法使い役が、ジョエル・グレーに、ディラモンド教授が、ウィリアム・ヨー・マンズに、ボック役が、クリストファー・フィッツ・ジェラルドになったほか、エルファバ役の代役にエデン・エスピノーザ、グリンダ役の代役に、ローラ・ベル・バンディが追加されたが、サンフランシスコ公演のスタッフ、出演者の多くが残った。2005年1月、 セイコンセンブローがエルファバ役の代役となり、アフリカ系アメリカ人初のエルファバ役となった。その後ブランディ・シャボンヌ・メッセイ、ダニエル・ウィリアムソン、アレクシア・カディム、リリー・クーパー、エミー・レーバー・ランマンと5名の黒人がエルファバ役を演じたりカバーした。今のところカディムが唯一黒人でエルファバ翻訳に配役された。2013年2月から5月の期間限定で、 ドイツ及びオランダ公演にエルファバ役で出演していたウィリメーンバーカイクがブロードウェイに出演し参加国語でエルファバ役を演じた最初の女優となったその後彼女はロンドンのウエストエンド公演に移籍し現在も出演中であるその他の北米公演2005年カナダのオンタリオ州トロントを皮切りに 北米ツアー公演が始まり、それ以降アメリカとカナダの様々な都市で公演を続けている。3月8日からのプレビュー公演から、エルハバ役には、ステファニー・ジェブロックが配役されていたが、リハーサル中に負傷したためクリスティ・ケイツが急遽、代役で出演した。そのためプレビュー公演は、翌日からに延期された。3月25日、ブロックが復帰し、3月31日から、 ツアー公演が正式に開幕した。その他のオリジナルキャストには、グリンダ役にカンドラ・カソボーム、フィエロ役に、デリック・ウィリアムズ、ネッサ・ローズ役に、ジェナリー・グリーン、マダム、モリブル役に、キャロル・ケイン、ディラモンド教授役に、ティモシー・ブリトゥン、パーカー、ボック役に、ローガン・リープトン、魔法使い役に、デイビッド・ギャリソンが配役された。 4月29日から6月12日までシカゴにあるオリエンタル劇場でオリジナルツアーキャストで期間限定公演の予定であったが、プロデューサーはロングラン公演を決定し、ブロードウェイ以外のウィキットで初のロングラン公演となった。オリジナルツアーキャストでの公演が終了した翌日から同じ劇場でロングラン公演が開始した。シカゴキャストは、 エルファバ役にアナガスタイヤー、グリンダ役にケイトレインダース、マダムモリブル役にロンデリード、フィエロ役にクリストファー・キュージック、ボック役にテリー・リアン、ネッサ・ローズ役にハイジケ・テンリング、魔法使い役にジーン・ウェイガントが配役された。2009年1月25日、1500回以上の上演を経て閉幕した。 ツアー公演は2010年12月1日から2011年1月23日まで、キャディラックパレス劇場で上演のためシカゴに戻ってきた。2013年10月30日から12月21日まで10周年、記念としてシカゴのフォードセンターォーザパフォーミングアーツオリエンタルシアターで8週間上演した。12月16日、 元ウエストエンドキャストのグリンダ役のジーナベックがシカゴ公演に出演し、2カ国にわたってウィッキッドに出演した最初の女優となった。2007年2月10日、カリフォルニア州ロサンゼルスにあるパンテージス劇場でロングラン公演のプレビュー公演が開幕し、2月21日、正式に開幕した。グリンダ役にメーガン・ヒルティ、エルファバ役に ブロードウェイで代役であったイーデン・エスピノサ、マダム、モリブル役に、キャロル・ケイン、ディラモンド教授役に、ティモシー・ブリトゥン、パーカー、ネッサ・ローズ役に、ジェナリー・グリーン、ボック役に、アダム・アイリー、フィエロ役に、クリストファー・キュージック、魔法使い役に、ジョン・ルービンスタインが配役された。2009年1月11日、12回のプレビュー、公演。 791回の本公演を経て、閉幕した。このロサンゼルス公演は2007年のアグリーベティのサムシングウィケットディスウェイカムズのエピソードで、ブロードウェイの公演として登場した。2009年1月27日、サンフランシスコの SHN のオルフェウム劇場で、プレビュー公演、2月6日、本公演が開幕した。エルハバ役に、ティールウィックス。 グリンダ役にカンドラ・カソボーム、フィエロ役に、ニコラス・ドロマード、マダム、モリブル役に、キャロル・ケイン、魔法使い役に、デイビッド・ギャリソン、ネッサ・ローズ役に、リディ・マーニョ、ディラモンド教授役に、トム・フリン、ボック役に、エディ・リオシェコが配役された。2010年9月5日、12回のプレビュー公演、672回の本公演を経て、エルファバ役に、マーシー・ドット、 グリーン大学に閉幕した。2013年1月23日から2月17日、ツアー公演の一環で、オルフェウム劇場で再演された。2009年3月7日、2回目のツアー公演が、フロリダ州フォートマイヤーズにあるバーバラ・ビーマン、パフォーミング・アーツ・ホールで、プレビュー公演を迎え、3月12日に正式に、開幕した。1回目のツアー同様、 北米の様々な都市をめぐった。エルファバ役に、マーシー・ドット、グリンダ役に、ヘレン・ヨーク、フィエロ役に、コリンド・ネル、ネッサ・ローズ役に、クリスティン・ビース、マダム・モリブル役に、マリリン・キャスキー、ディラモンド教授役に、デイビッド・デブリス、ボック役に、テッド・エリー、魔法使い役に、トム・マギャワンが配役された。2006年9月7日、ウエスト・エンド公演が、 アポロビクトリア劇場でプレビュー公演が開幕し、9月27日、正式に開幕し、2014年4月26日まで上演予定である。2011年5周年を迎え、5年間の出演者が登場したスペシャルカーテンコールを行った。ロンドン公演は、イギリスの観客に合わせてセリフ、振付、特殊効果などが少々変更された。 これらの変更点は、以降他のウィキッド公演にも適用された。ウエストエンド公演には、ブロードウェイ公演で、エルファバ役を演じたイディナ・メンゼルが出演した。他の出演者は、グリンダ役に、ヘレンダ・ダリモア、マダム・モリブル役に、ミリアム・マーゴリーズ、フィエロ役に、アダム・ガルシア、ディラモンド教授役に、マーティン・ボール、ボック役に、ジェームス・ギラン、ネッサ・ローズ役に、 ケーティ・ローリー・ジョーンズ、魔法使い役にナイジェル・プラマーが配役された。3ヶ月の契約満了に伴い、エルファバ役のメンゼルが降板して、ケリー・エリスが引き継ぎ、イギリス人で初めてエルファバ役を演じ、ブロードウェイとウエストエンドの双方で、エルファバ役を演じた二人目の女優となった。エリスの後任に、アレクシア・カディムが配役され、ロンドン公演で、 エルファバ役を演じた初めての黒人女優となった。ロンドン公演で最も長くエルファバ役を演じたのは2年半、演じたレイチェル・タッカーである。2010年から2011年までグリンダ役を演じたルイス・ディアマンは、その後、エルファバ役も演じ、ミュージカル史上初めて1作品で主演に役奏法を演じた女優となった。2013年秋、オランダの女優イリメイン・バーカイクが、 ディアマンの公認となったことにより、バーガイクにとってウィキッドを演じた4カ国目となり、ブロードウェイとウエストエンドの双方に出演した3人目の女優となった。2013年9月12日、イギリスとアイルランドをめぐるツアー公演がマンチェスターのパレス劇場で始まり、同劇場で11月16日まで完売の公演が続き、 その後11月27日からダブリンで上演した。2014年の上演予定地はミルトン・キーンズ、カーディフ、グラスゴー、リーズ、バーミンガム、リバプール、サウサンプトン、エディンバラである。2015年にはアバディーンで上演予定である。出演者にはエルファバ役にウエストエンド公演で代役であったニッキ・デービス・ジョーンズ。 グリンダ役にウエストエンド公演でアンサンブルであった、エミリー・ティアニー、フィエロ役に、リアム・ドイル、マダム・モリブル役に、マリリン・カッツ、ネッサ・ローズ役に、カリナ・ギルスピー、ボック役にウエストエンド公演で同役を演じた、ジョージ・ユーロが配役された。この公演で、初めて魔法使いとディラモンド教授が一人の俳優、デール・ラ・プリーに配役された。ただし2008年11月、 ロンドン公演で何人かの役者が出演できずに、急遽デイビッド・ストラーが双方の役を演じたことがあった。日本では2006年7月12日より、ストーリーを短縮した35部の特別版が、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンのランド・オブ・オズ・ナイのエメラルド・シアターで上演された。エルハバ役に、オーストラリア人のジェマリックス、およびジリアン・リアッチ、 ユージニア・プリミスのトリプルキャストで演じられた。エルハバを外国人、グリンダを日本人が演じており、英語と日本語が混在している。ウィキッド大一幕導入部の筋に沿っているが、フィエロ、マダム、モリブル、ボック、ネッサローズ、ディラモンド教授は出ておらず、舞台装置や衣装も変更されている。 2011年1月11日、閉幕した。また、2007年6月17日には、劇団式による完全日本語翻訳版が、東京、新橋の電通式劇場、海にて開幕した。出演者は、エルハバ役に、浜田恵ぐグリンダ役に、沼尾美幸が配役された。なお、タイトルについて、ユニバーサルがタイトル表記を、 ウィケットとすることを先に決めたため、上演開始が後になった劇団式版はウィキッドとなっている。なお、東京での公演は2009年9月6日に千秋楽を迎え、同年10月11日から大阪公演が始まっており、また2010年5月23日には日本での通算公演回数1000回を迎えた。出演者はエルハバ役に、エハタ・アキラへ。 グリンダ役にトマタアサコが配役された。大阪公演は2011年2月13日に先週楽となった。さらに2011年4月2日からは5ヶ月の限定で福岡公演が始まった。四季が福岡から撤退してから初の上演作品となる。出演者はエルハバ役にエハタアキラへ、グリンダ役に沼尾美幸が配役された。 2011年8月28日の福岡公演閉幕後、2011年9月23日からは名古屋公演も行われ、2012年9月に千秋楽を迎えた。出演者はエルハバ役にエハタ・アキラへ、グリンダ役にトマタ・アサコが配役された。さらに2013年8月3日から東京再演が電通式劇場、海にて開幕。 2014年11月16日に千秋楽を迎えた。2016年5月3日、札幌公演開幕の後、2016年11月6日に千秋楽を迎えた。今後の上演予定は今のところ決まっていない。2007年11月1日からドイツのシュトゥットガルトにあるパラディウムシアターで、ウィケット、ダイヘキソン・フォン・オズという題名でプレビュー公演。 11月15日から正式に開幕した。エルファワ役にウィリメイン・バー・カイク、グリンダイ役にルーシー・シー・アラー、フィエロ役にマーク・ザイベルト、マダム・モリブル役にアンジェリカ・ウェディキンド、ネッサ・ローズ役にニコール・レイド・スクニング、ボック役にステファン・スターラ、ディラモンド教授役にマイケル・ギュンター、魔法使い役にカル・ロ・ローバーが配役された。2010年1月29日、 閉幕し、3月5日からオーバーハウゼンにあるメトロノームシアター AM セントロでプレビュー公演、3月8日から本公演が開幕した。出演者は、エルファバ役にウィリメインバーカイク、グリンダ役にジョアナフィー WRZ、マダムモリブル役にバーバラ・ローネガー、フィエロ役にマティアス・エデン・ボーン、ネッサ・ローズ役にジャニーヌ・ティップル、ボック役にベンダー・ミニン。 ディラモンド教授役にトーマス・ウィスマン、魔法使い役にカルロ・ローバーに配役された。二千十一年二月、シュトットガルトからオーバーハウゼンまでの三年半、エルファバ役を演じた、ウィリメーン・バーカイクが降板した。二千十一年九月二日、オーバーハウゼン公演が閉幕した。二千八年六月二十七日から、オーストラリアのメルボルンにある、レジャンシアターで、プレビュー公演が開幕し、 7月12日から正式に開幕した。エルファバ役にアマンダ・ハリソン、グリンダ役にルーシー・デュラック、マダム・モリブル役にマギー・カーク・パトリック、魔法使い役にロブ・ゲスト、フィエロ役にロブ・ミルズ、ボック役にアンソニー・キャリア、ネッサ・ローズ役にペニー・マクナミー、ディラモンド教授役にロドニー・ドブソンが配役された。2008年10月2日、 魔法使い役のロブ・ゲストが脳卒中の2日後休生し、6週間後にオーストラリア人パーソナリティのバート・ニュートンが配役された。エルファバ役のアマンダ・ハリソンの休暇が延長され、ジェマ・リックスが大役で演じている際、再第1回北米ツアー公演とシカゴ公演に出演していたカーメン・キューザックが短期間リックスの大役となり、キューザックにとってこれが、 オーストラリアデビューとなった。2009年8月9日、464公演を経て、メルボルン公演が閉幕した。その後2009年9月5日、シドニーのキャピトルシアターでプレビュー公演が開幕し、9月12日、正式に開幕した。メルボルン公演キャストのほとんどがシドニー公演にも出演したが、ボック役に大役であったジェームス・リー・スミスが配役された。 9月26日、8回のプレビュー公演、412回の本公演を経て閉幕した。メルボルン公演とシドニー公演の成功により、ブリスベンのクイーンズランドパフォーミングアーツセンターリリックシアターからオーストラリアツアー公演が始まった。クイーンズランド州の洪水により開幕が延期され、2011年1月25日から4月2日まで同劇場で上演された。 4月14日から6月4日までアデレードにあるフェスティバルセンターで上演された。6月19日、パースにあるバースウッドシアターでオーストラリアツアー最終公演が上演された。出演者はグリンダ役にシドニー公演出演者のルーシー・デュラック、エルファバ役にジェマリックス、マダム・モリブル役にマギー・カーク・パトリック、魔法使い役にバート・ニュートン、 ネッサローズ役に、エリサコラ、ディラモンド教授役に、ロドニー・ドブソン、ボック役に、ジェームス・ディ・スミス、そして、フィエロ役に新たに、デイビッド・ハリスが配役された。9月11日、パース公演が閉幕し、3年にわたる、オーストラリア公演が終了した。2011年12月6日、オーストラリア公演メンバーが、シンガポールのマリーナベイにある、グランドシアターに移動し、 ロングランのアジアツアー公演が開幕した。エルファバ役に、ジェマリックス、グリンダ役に、オーストラリア公演で代役であった、スージー・マザーズ、フィエロ役に、デイビッド・ハリス、魔法使い役に、バート・ニュートン、ボック役に、ジェームス・ディ・スミス、ネッサ・ローズ役に、エリサ・コラ、新たに、ディラモンド教授役に、グレン・ホグストラム、マダム、モリブル役に、アン・ウッドが配役された。 2012年4月22日、シンガポールツアー公演が閉幕し、5月31日、韓国で開幕した。ニュートンの公認となったホグストラムは、ディラモンド教授と魔法使い役を兼任した。10月7日、閉幕した。2010年8月24日、フィンランドのヘルシンキにあるシティシアターでブロードウェイ公演から一新した。独自の舞台として、プレビュー公演。 8月26日、本公演が開幕した。ハンス・バーンセェーン演出、エルファワ役にマリア・イリッパ、グリンダ役にアンナ・マイ・ジャツ・オッコ、フィエロ役にツーカ・カレ・パニン、マダム、モリブル役にウルスラ・サロ、ネッサ・ローズ役にバコ・ホバタ、ボック役にアンティー・ラング、ディラモンド教授役にヘイキ・サンカリ、魔法使い役にエーロ・サー・リネンが配役された。 2011年1月12日から5月29日、デンマークのコペンハーゲンにあるデッド NY ティーターでも、独自の舞台が上演された。グリンダ役に、アネット・ヘイク、エルファバ役に、マリアルチア・ハイバーグ・ローゼンバーグ、フィエロ役に、ジョン・マーチン・ベンキゾン、マダム・モリブル役に、マリアンヌ・モーテンセン、ネッサ・ローズ役にアナイス・ルックン、ボック役に、キム・ハミルツバング・ヘンリクセン、ディラモンド教授役に、 クリスチン・ボラン、魔法使い役にステイン・スプリングボーグが配役された。2011年10月26日、オランダのスヘフェ人間にあるサーカスシアターでオランダ語によるプレビュー公演、11月6日に正式に開幕した。エルファバ役にドイツ公演のウィリメイン・バーカイクが配役され、2カ国語でエルファバ役を演じた最初の女優となった。グリンダ役にシャンタル・ジャンゼン、 フィエロ役にジム・バックム、マダム、モリブル役にパメラ・ティブス、ネッサ・ローズ役にクライスタン・デ・ブロイン、ボック役にニールス・ジェイコブス、ディラモンド教授役にヨヘム・フェステル・ジマンド、魔法使い役にビル・バンダイクが配役された。オランダでは、閉幕が決まっていないロングラン公演は、一般的ではなく、14ヶ月の公演後予定通り2013年1月11日で、閉幕した。 2013年9月17日、ニュージーランドでオーストララシアツアー公演のプレビュー、公演、9月21日、正式に開幕した。11月24日、オークランドにある、シビックシアターで閉幕した。エルファワ役に、ジェマリックス、グリンダ役にスージー・マザーズ、魔法使い役に、スター・ウォーズに出演していたジェラ、ガイア、フィエロ役に、スティーブ・ダニエルセン、 ネッサローズ役にエミリー・コスカーレの、ボック役にエドワード・グレー、ディラモンド教授役にグレン・ホグストラム、マダム・モリブル役にマギー・カーク・パトリックが配役された。2014年1月22日から、フィリピンのマニラにある、カルチュラル・センター・オブ・ザ・フィリピンでもオーストラレーシア、ツアー公演が上演された。2月23日に、マニラ公演が閉幕する予定であったが、 延長されて3月9日に閉幕した。5月より、メルボルンのレジャンシアターで、シドニー及び、ブリスベンを含む2回目のオーストラレーシア、ツアー公演が開幕する。グリンダ役にスージー・マザーズが配役されている。2013年10月10日、スペイン語での初の公演が、メキシコのメキシコシティにあるテアトロ・テルセルで、プレビュー公演、10月17日。 本公演が開幕した。アンセサテアトロのプロデュースにより、エルファバ役に、元子役スターのダンナ・パオラ、およびアナ・チェチーリア・アンザルドゥアが、ダブルキャストで配役され、パオラが最年少、エルファバ役女優となった。グリンダ役にチェチーリア・デラク・エーバ、フィエロ役に、ホル・ヘラウ、マダム・モリブル役にアナ・ヒアネー、ネッサ・ローズ役にマリソール・モネシズ、ボック役にアダン・サット・ウィング、ディラモンド教授役に、 ベッドドレスが配役された。当初魔法使い役にエウジェニオ・モンテッソロが配役されていたが、プレビュー公演中にパコモラーレスに交代となった。2013年11月22日、韓国のソウルで韓国語による公演が開幕した。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンではストーリーを再編し、約35部の特別版のショーとして2006年7月12日より上演。 約5年のロングランの末、2011年1月10日で終演した。5期5期後半、エリン・コーネル、マリア・ティペット、リー・ハッシマン、キャシー・マクアイバー5期前半、チャリティ・スミス、エリン・コーネル、マリア・ティペット、リー・ハッシマン、ブライアン・オギブニー、松本とも、中尾隆史4期3期2期1期、ネッサローズ、マダム・モリブル、フィエロ、ボック、ディラモンド教授は登場しない。 劇団四季による公演。タイトルは上実したように、ウィキッドとなっている。2016年5月現在のキャスト映画化企画は2004年より、始動したが、実現まで時間がかかっている。2012年7月、映画化を手掛ける予定である、ユニバーサル・ピクチャーズは、前進中であり、スティーブン・ダルドリーが監督、舞台と同じく、ウィニー・ホルツマンが脚本を手掛けると報じた。 2012年12月、プロデューサーのマーク・プラットは映画化は、もうすぐと語った。映画化の話はしばらく続いているが、時間がかかっている模様である。現在のところ、出演者も、制作陣もこれ以外に発表されていないだけでなく、撮影開始日は発表されていない。2013年2月、ユニバーサル・ピクチャーズの会長であるアダム・フォーゲルソンは、映画、レ・ミザラブルの成功により、 ウィキッドの映画化は加速するだろうと語った。2016年6月にユニバーサル・ピクチャーズが映画ウィキッドの公開が2019年12月19日であることを発表した。しかし、同じミュージカルであるキャッツが同日公開に差し替わり、ウィキッドの公開日は未定となった。事実上の白紙撤回かとも言われたが、2021年2月2日に、 インザハイツのジョン・エム長が監督に決定したと報じられ、プロジェクトが継続していることが明らかとなった。2004年、ウィーキット、オリジナルブロードウェイ公演は、トニー賞のミュージカル作品賞、ミュージカル脚本賞、編曲賞、オリジナル楽曲賞、振付賞、ミュージカル衣装デザイン賞、ミュージカル照明デザイン賞、ミュージカル装置デザイン賞に加え、ミュージカル主演女優賞に、 メンゼルとチェノウスの二人がノミネートされ、K 級部門10ノミネートを受けた。メンゼルがミュージカル主演女優賞を受賞し、ウィキッドはミュージカル装置デザイン賞、ミュージカル衣装デザイン賞を受賞した。なおこの時、ミュージカル作品賞、ミュージカル脚本賞、オリジナル楽曲賞を受賞したのは、アベニュー級であった。同年、ドラマデスクアワードで11ノミネートを受け、ミュージカル作品賞、 ミュージカル脚本賞、ミュージカル演出賞、ミュージカル衣装デザイン賞を含む6部門で受賞した。批評家サークル賞で10ノミネートを受け、4部門で受賞した。2005年、ブロードウェイキャストレコーディングのアルバムが第47回、グラミー賞で最優秀、ミュージカル賞アルバム賞を受賞した。2003年の開幕から、これまで63ノミネートを受け、32部門受賞し、 現在も毎年ノミネートを受け続けている。ブロードウェイ以外の公演でも様々な部門で多数受賞している。ジョセフ・ジェファーソン賞で北米ツアー公演は14ノミネート中12部門受賞、シカゴ公演は5ノミネートを受けた。2007年、ウエストエンド公演はローレンス・オリビエ賞で5ノミネートを受け、2010年、同賞のオーディエンスアワードフォーモーストポピュラー賞を受賞した。 オリジナルオーストラリア公演は、ヘルプマン賞で12ノミネートを受け、ミュージカル作品賞を含む6部門受賞した。エンターテイメントウィークリー誌で、過去10年間の最優秀ミュージカル作品に選ばれ、バラエティ誌では、エカルチュラルフェノメノンと称賛された。またエルファバは、エンターテイメントウィークリー誌の、ザ・100グレイテストキャラクターズ・オブ・ザ・パスト20イヤーズの79位に選出された。 ブロードウェイ公演の成功により、魔女の父役、及び魔法使いとディラモンド教授の代役を経て、翻訳となったショー・マコーと、2004年から2012年、ブロードウェイに代役として、長年出演し続けたアンソニー・ガーデにより、ビハインド・ザ・メラルド・カーテンというバックステージツアーが、開始された。このツアーでは90分間にわたり、実際に、舞台で使われた、小道具、仮面、衣装、 舞台装置を見ることができ、出演者による質疑応答も行われる。現在ブロードウェイでのこのツアーは、マコートと長年のアンサンブルメンバーで、グリンダー役の代役であったリンジー系ザンにより行われている。他に、ロサンゼルス、サンフランシスコ、シカゴのロングラン公演地でも行われ、それぞれ違った長期間出演者がツアーを行っていた。基本的に公演日は、 毎日行われている。観客は壮大なウィキッドの公演の舞台裏を直に垣間見ることができる。ミュージカルの成功により、使用楽曲が人気になり、作品、登場人物、楽曲が他の作品に登場するようになった。ブロードウェイ公演がブラザーズシスターズザ・オー・アット・ホームに登場したほか、2007年11月1日放送のアグリー・ベティの サムシング・ウィケット・ディス・ウェイ・カムズのエピソードでは主役のベティがデートでウィケットを見に行き意に反して上演を止めてしまう。このエピソードではブロードウェイのガーシュウィン劇場公演の代役によるロサンゼルスのパンテージス劇場公演が登場した。これ以前の2007年2月8日放送のブラザーズのエピソードではベティがウィケットのチケットを入手し 自分がいかにエルファバの醜さと共通点があり、世の中は美しいものに惹かれやすいことを友人に語る。ザ・シンプソンズのドニー・ファゾのエピソードでは、ホーマー・シンプソンと申しずックが、ウィキッド・スプリングフィールド公園に誤って、入り込んでしまう。サウスパークのブロードウェイ・ブローダウンのエピソードでは、ウィキッドなどのミュージカル作品が登場する。グリー、グリーの、 ホイールズのエピソードでは、レイチェル・ベリーとカート・ハメルが、ディファイング・グラビティを歌い、どちらが主役を演じるか競うその後、ニューヨークのエピソードでは二人が、ガーシュウィン劇場の舞台で、フォーグッド・オデュエットで歌う。ニューガール、ダサカワ・ジョストサンジ三ー四では、ウィンストン・ビショップがメキシコへの旅行中、ポピュラーと、ディファイング・グラビティを歌う。2009年の映画、ゾンビランドでも、 ポピュラーが演奏される。エンターテイナーのジョン・バローマンは2008年のツアー公演でザ・ウィザードアイをザ・ドクトルアイに改名し自身が演じたドクター・フー及び秘密情報部トーチウッドの役であるジャック・ハークネスのドクターへの信頼を変え歌にした。ウエスト・エンド及びブロードウェイでエル・ハバを演じたケリー・エリスはウィキッド5周年記念オリジナルブロードウェイキャストアルバム版の アイアイムノットザットガールおよびロック版ディファインググラビティをレコーディングしたどちらの曲もイギリスのミュージシャンであるブライアンメイがプロデュースしコンパクト版のウィケットインロックおよびデビューアルバムアンセムズに収録されている2008年彼女の歌うディファインググラビティはメイのギター演奏とともにロイヤルバラエティパフォーマンスで披露された2011年彼女のロック版 ディファインググラビティダンスリミックスが発表された。ウエストエンド公演でエルファバとグリンダ双方を演じたルイス・ディアマンは自身のアルバムヒアカムズ・ザ・サンでアコースティック版ディファインググラビティを発表した。2013年彼女の元共演者でロンドン公演エルファバ役のレイチェル・タッカーはデビューアルバムザ・リーズンでこのアコースティック版ディファインググラビティを より舞台版に近い形でカバーした。ラッパーのドレイクはポピュラーを同名曲に取り入れた。歌手のミイカもポピュラーソングにポピュラーを取り入れた。アメリカのバンドであるウィートスのポップ、ソングズデスシリーズの一環であるコンパクト版ザライトニング EP 収録曲リアルガールでエルファバとカ,カシがミュージックビデオに登場するほかユー p ー r パーフェクトカラー。 ブライトグリーンレディという歌詞が登場するなど、ウィッキッドの強い影響が見られる。このアルバムのジャケットは輝く緑を基調とし、エルハバのような帽子が描かれている。アニメシリーズ、レッドガーデン、ヒルドラ、パッションズ、コミック、バフィー・ザ・ヴァンパイア・スレイヤーシーズン8など様々な媒体で、ウィッキッドの曲や登場人物に影響を受けている。 ライマン・フランク・ボームのオズシリーズを元にした2007年のミニシリーズ、チンマン全3話中2話の最初で、グリンダが、ホワット・イズ・ディス・フィーリングの中で家族に向けて書いた手紙の冒頭に合わせ、主役の DG は父親を一般的なポップやパッピの代わりにポップシュクルと呼ぶ。ABC ファミリーの連続ドラマ、ヒュージ第2話で登場人物の一人が、シズ大学の T シャツを着ている。 ニコロ・デオンのアイコ・アリーではウィ・キッドとその混雑ぶりに言及する。ブロードウェイミュージカルシュレックでは大一幕最後のワッツ・アップ・ドゥ・ラークでファーク・アード・キが城の上でディファイング・グラビティの一節ノーワンズ・ゴナ・ブリング・ミー・ダウンを再現しレガート・ベルトにつなげる。第86回アカデミー賞でアカデミー長編アニメ映画賞を受賞した2013年の ディズニー映画、アナと雪の女王の主題歌で、アカデミー一家局賞を受賞した、レッド・イット・ゴーは同様のテーマ、同様の歌唱スタイルにより、ディファイング・グラビティと比較されることがある。また、レッド・イット・ゴーを歌っているのは、初代エルファバ役オリジナルキャストのイディナ・メンゼルである。ありがとうございます。